それでは次は WB さんです。よろしくお願いいたします。お願いいたします。はじめまして。はい、でもないけど私はね、いや、そうだ、あの子でも2回目だよね。うん、でも WB ではちょっと初めてなので頑張りたいと思います。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。行きましょう。ちゃっちゃと手と手、いつものざわめき、新しい風、明るく見送るはずだったのに、うまく笑えずに君を見ていた。君が大人になってくその季節が悲しい歌で溢れないように、最後に何か君に伝えたくて、さよならの変わる言葉を僕は探してた。君の手を引くその役目が僕の使命だねって、そう思ってた。だけど今わかったんだ、僕らならもう重ねた日々がほら導いてくれる。君が大人になってくその時間が降り積もる前に僕も変わってく。例えばそこにこんな歌があれば、二人はいつもどんな時もつながってゆける。焦る僕ほどけるって離れてく君、夢中で呼び止めて抱きしめたんだ。君がどこに行ったって僕の声で守るよ。君が僕の前に現れた日から、何もかもが違く見えたんだ。朝も光も涙も歌う声も、君が輝きをくれたんだ。抑えきれない想いをこの声に乗せて、遠く君の街へ。
ジャグバッグ。J-POP っていうかね。J-POP とかね。昭和歌謡とかね。昭和歌謡とか、はい、平成歌謡みたいな。はい。歌ってます。カバーでやってます、ね。カバーでやってます。皆さんは知ってると思いますので、はい、よろしくお願いします。間違えられません。はい。すいません。柴咲コウさんの月の雫を、はい、言葉は月の雫の調べ
Thank you.
でした。